はい、高橋丈太郎です。ちょっとね、お金のことをですね、ちょっと言っちゃったんですけども、これも本当の気持ちですしね、消さないでですね、取っとこうと思います。で、それも、またこっちのメインの方にもね、いっぱいこう、一回でも動いてもらうようにページを作ってですね、宇宙人のですね、いろんな宇宙人がいますからね、私の知らないのもいるからですね、全体的な話でですね、私が見てるのはもう本当にちょっと限られたものですけどもね、バシャールとか全然見てないのでですね、何言ってるかわかんない人はすいません、あのページがあるのでですね、今まで話してきたやつですね。それでですね、今回テレポーテーションできるともう断言してるんですよね。96番。96番ですね。96番で言ってますね。それと、それ以外にも、私の作って、記録してあるページにね、このひな型に書いてありますけども、そこでもやっぱりですね、物質を取り出すことができるし、テレポーテーションできる。つまりですね、全部、サイコキネシスとかも全部一緒なわけですよね。テレパシーなんてもう当たり前だし、サイコキネシスはなかなか出てこないですよね。あと、あれ、新幻魔大戦で出てくるのは、壁抜けですよね。壁抜けとテレポーテーションはどう違うのか。だから、物質をですね、変化させることができるっていう話ですね。これも何回も吹き込んでますけども。この動画もちょっとそのページに加えようかな。加えますね。物質を、だから自分の体も変化させることができる。この細胞とかですね。その原子、最近なんですけど、素粒子。あと、エーテルっていう言葉が出てきましたね。エーテルっていう言葉がちょっとまだ分かってないですしね。あと、なんとか素粒子。エーテルっていうのを調べていくと、なんとか素粒子だったっけな。なんか出てくるんですよ、言葉がね。言葉がいろいろ出てくるんですよ。で、それを知ったからってね、目に見えるものでも見えるかもしれないけど、エーテルっていうものはどういうことなのかわからないんですけど、いろいろね、そういうことに興味のある方はですね、いっぱい載ってますのでね、大雑把なことですけどね、本当のことはね、わかんないですね。それで、この95番あたりでですね、やっぱりこのアカシックレコードって言ってましたね。アカシックレコードって言ってましたね、ちゃんとね。つまりこれパソコンにですね、あれしてですね、うちの息子にも送ったんですけどね、学校の勉強が簡単にできるようになる方法っていうことですね。記憶するっていうことじゃなくて、記憶はもうされてるわけですね。記憶はされてるわけですから、もうそれをこう引っ張り出してくるっていうだけの話で、だからこうそれで学校の勉強ができる人がいるっていうようなですね。詳しくはですね、この95番あたりですね。の前後とかですね、前後とか夢の話とかでも、これ、バックトゥーザフューチャー96番ですね、この付近のやつですね、全部、見ていただければですね、何回も見ていただければですね、1回じゃ無理だと思いますね、すごい情報量ですね。で、時間の話とかもいっぱい出てくるのでですね、この時間の概念っていうのがですね、だいぶ腑に落ちてきましたね。
だからですね、これだけのことがですね、分かってる人ってですね、いないと思うんですよね、私ね。これだけのことがですね、分かってる人いないんですよ、今まで。いないでしょう。いないですよね。ねえ、私は別におかしくないですよね。こんだけですね、はっきり断言してですね、こうなんですって、ちゃんと言ってる人は、今までこれだけ話聞いてきたけど、なんだかわかんない、スピリチュアルなんて、本当に、なんだろう、抽象的な本当にことでね、言葉でごまかしてね、何がどうだってちゃんと言わないわけですよ。だからやっぱりこれはやっぱ宇宙人レベルなんですよね。こんだけですね、この96番あたり、まあ全部ですけどね、最近のはまああれですけどね、一番新しいのね、100、もうすぐ200本になると思うんですけどね、やっぱり一番最初からですね、この100ぐらいまででですね、こういろんな話がもう盛りだくさんでですね、やっぱ1回じゃ無理ですね。これ1回聞いてね、1回聞いてパッと分かったり、記憶っていうかですね、こう腑に落ちる人っていうのはね、そんないないですよ。そんな無理、無理。私何回も聞いてね、やっといろいろ分かってくるっていうかですね、そういうことなんですよ。だからこの方々はもう10年以上やってるわけだから、もうそんな追いつきっこないんですよ、この理解力っていうのがですね。理解力がですね、追いつかないんですよ。わかんないんですよ、ちょっと聞いたぐらいじゃね。本当に自分の体の中に入ってくるまでですね、血となり肉となるにはですね、やっぱり時間がかかるんですよね。ただ結論だけはですね、分かってればですね、結論だけが分かってれば、あ、そうなんだなっていう、そこから逆算して、まあこの物事を考えるっていうんじゃなくてですね、もうだから脳じゃないんですよ、脳。だからそれもだからその前後で脳の話をしてますのでね、まあ、右脳ですね。右脳っていうものの凄さですね。これがやっぱすごいわけですね、右脳って。左脳っていうのはもう、どうしようもないって言ったらあれですけど、どうしようもないわけですよね。そのぐらいでですね、この動画ですね、今8分ぐらいですけども、これもちょっと加えさせていただいてですね、まあ、テレポーテーションできる、サイコキネシスもできるわけですね、壁抜けもできる、細胞を変化させる、自分の体を変化させることができるわけですからね、歯は生えてくるんですね。この歯は生えてくるっていうのはもう何十回も何も聞いてますんでね、要はもうよく出てくるんですよ、歯は生えてくるっていうね。だからこんだけ聞けばですね、こうやっぱり、ああそうなんだっていうですね、で、これが全部嘘ですよっていうことはね、ちょっとね、考えづらいんですよね、こんだけ。これだけね、嘘つきまくるっていうのはね、ちょっと考えづらいと思うんですよ、私はね。それ無理だと思うんですよね。どんなにすごい詐欺師がいたとしても、これ無理だと思うんですよ。ということでですね、一番最初からですね、もう100番ぐらいまでね、もう何回もですね、1回じゃもう1回聞きました、全部聞きましたとかね、よくそういうの出てくるんだけど、そんな1回聞いたぐらいで何がわかるんだっていうことですね、無理ですね。もう超天才の子供ならあり得るかもしれないですけどね、もう聞く以前に分かってるとかね、そういう子がね、これもう出てくるね、これね、出てきますね、こういう、右脳の子供が出てきますよ。もう出てるかもしれないね。
ということで、このぐらいちょっと、録音してですね、ちょっと気が済みました。はい。また会ったらですね、なんか出てきたら、録音したいと思います。はい、ありがとうございました。はい、失礼します。